こんにちは、参議院の西田昌司です。今日は12月13日の月曜日です。今私は、車の中から今日はビデオレター撮ってますが、今京都府議会に行きまして、議員団会でちょっと国政の、状況を報告に行きました。この後東京に戻ってまた、予算委員会等の審議が始まってますので、それを見てまいりますけれども、今日皆さん方にお話しするのはですね、先日、片山さつきさんが、会長の、金融調査会というですね、自民党の、いわゆる部会ですね、これが会合がありまして、この会合でですね、全国銀行協会をはじめとする、金融機関側の代表、さらにはこの旅館組合等ですね、コロナで一番、この被害を受けている、飲食、料理、観光、そういう関係の方々の、代表の方に来ていただいて、今のコロナの状況で、どういう経営状態になっているのかという聞き取りをしたわけです。で、かなり厳しい状況になっているんですけれども、まあ、銀行から聞きますと、この、状況に対応するためにですね、いわゆる、この事業再生のためのスキーム、それは、結局最後、過剰な債務になった分をですね、この債務をカットすると、返済をカットしてですね、そのことによって、その企業の経営を助けていこうということを考えていますということを言ってくれていました。で、それは一つ評価されるんですけれども、ただ、それをするにもですね、まあ、当然、その、償却というか、カットすると、その分は銀行の損失になる。で、それは損金計上を認めると、まあ、財務省もそういう方向で今調整しているということなんですけれども、しかし、まあ、そのことによって税金は上がらないんですけれども、銀行にすればですね、その貸した金が返らない、損失が出ると。間違いなくそれは会社の経営に悪影響を与えるわけでありますから、できればしたくないわけですね、そういうことは。当然です。ですから私がそこでお話をしてたのは、ちょっと考え方の整理をしないとダメだと。というのは今回のこのコロナ禍で、経営困難になっているこの方々は、なんでなったのかといえば、経営者に責任一つもないじゃないかと。で、あるのは政府側に責任があるわけですね。つまり緊急事態宣言を出して、無理やり仕事を止めさせたんですよね。飛行機も飛ばないようにしたわけですよ。で、そのことによって、この、どれだけ実は封じ込め効果があったのか、よくわかりませんけれども、まあ、結果的に、この、経営の大きな損失を抱えるようになったと。で、本来こういうことをやるんだったらですね、その分の保証を政府がしなくちゃならない。で、これは、もう最初からこの緊急事態宣言が想定された時からこの議論を言っていたわけです。で、しかし、その保証の金額がいくらかというのがですね、算定するのが厳しい。だから保証は出してないわけですね。まあ、いわゆる小さい、ところは1日4万円とか6万円のですね、この保証金が、協力金が支払われることになってますけれども、まあ、それで賄えるような商売の規模の場合にはですね、それでいいけれども、そうじゃない、大規模な経営をしているようなところではですね、まあ、そのぐらいもらっても、もう本当に焼け石に水なんですよね。ですから、この保証をしっかりやらなきゃいけないんだけれども、その保証ができないから、それに代わる措置として、ゼロゼロ融資ですね、担保もゼロ、利息もゼロという形で、政府がお金を出す。そのことを、銀行にも、政府系金融機関にもお願いしたわけですよね。で、そして、その心は何かというと、最後ですね、この返済が必ず来るわけです。そして、返済が来るまでの間に、まあこれ、コロナが始まって1期、2期、2年ほど経ってますから、2回申告、税務署に出してるわけですね。そうすると、その申告書を見るとですね、どれだけ赤字になったか、それがですね、まさに、前の、年と比べてみたら、これだけ売上落ちて、これだけ赤字になったというのが、まさに保証すべき金額だということなんですよね。そしてそれを、債務免除してあげればですね、かなり債権の問題は解決できるわけですね。だから、まず政府がですね、責任を取って、その分の保証をする。つまり、債権カットするときは、その分はですね、政府側が負担すると。はっきりそういうルールを決めてあげないと、銀行だってですね、無税償却で損金算入できるからという話ではですね、会社の経営に大きな穴を開けるんですから、
その分経費になりますからといって誰も喜んでやらないわけですよ。やっぱりちゃんとですね、企業の再生を喜んでしてもらうためにもですね、政府側がその分の負担を持つと、まあ、そういう大きな枠組みを作って、それであと具体的にですね、査定するのはそれぞれ銀行やですね、この専門の機関にお願いすればいいんですけれども、要は最後は国が責任を持つという姿勢をまず示さないと話が進まないぞと。そこで私は片山さんにこういうことを申し上げて、要はこの調査会でですね、金融調査会でしっかりその辺の決議をしてですね、官邸に話をすべきだと、まあ、こういうことを申し上げてきたわけです。これからですね、まだ来週の火曜日まではとにかく国会やってますから、その間に話をつけて、こういうことを官邸にしっかり要望できるように私も頑張っていきたいと思っています。ということで今日は、車の中から、皆さん方に、今の国会の議論の中身についても報告をさせていただきました。今日もご覧になっていただきましてありがとうございました。